ホッシーです。たった今ホテルの方にチェックインをしました。本日、無事に福井でのお話し会、大盛況のうちに終わりました。今回は約30人ね、方が集まっていただいて、そして、朝10時から、夜の、何時、7時ぐらいまで、もう楽しい一日を過ごすことができました。本当にありがとうございます。で、今日またね、皆さんにお伝えしたいのが、今日来てくださった一人の男性をちょっと紹介します。今年年齢が41歳かな。この彼が、4歳の、お子さんをお持ちで、夕方から奥様とお子さんが合流なさったんですね。で、その後、消化体の活性のワークをやって、でその後ですね、二次会ということで、ちょっとお蕎麦屋さん、美味しいお蕎麦屋さんに連れてっていただいたときに、そこの横でお話をちょっとしっかりすることができたんです。そしたらですね、なんとこの彼完全に覚醒していて、第2の、ネガティブを知らない、ネガティブがわからないという方と出会いました。前回は、大阪西宮の一人のご婦人の方がネガティブを知らない、もう本当に神様の領域だよということで皆さんに YouTube で、紹介をさせていただいたわけですが、その男性版音ねということで今回私とご縁をいただきました。で、なんと今失業中です。で、コロナコロコロねが、始まって、それがきっかけで、仕事をお辞めになって、約2年ぐらい、今仕事をしていないと。要は主婦業ね、ご主人が主婦業で、奥さんが、お仕事に出られているという方です。しかし全く心配がない、お金に対する気がかりがないね。そして、起きる出来事に関しては全部自分で引き寄せてるから、それをもう楽しむだけですと。今この瞬間楽しむ。ね。で、自分もその状態。そして自分のこと好きですかって聞いたら、とても好きだと。自分が好きでたまらないって言ってた。僕が常々言う愛のワーク、ね、これをよく皆さんに紹介をし、ことあるごとにお話をするわけですが、これを、実践なさってた方でした。で、もう一つすごいのは、今回の幹事をなされた、福井の幹事さんと、この彼が、大ちゃん、ね、僕が常々尊敬している、30代の大ちゃんって男の子がいるんだけど、この子のお話し会に行かれ、そこで出会った。で、出会って、話して10分で意気投合と。そして、今日のお話し会に来てくださったという流れです。で、僕は、その、大ちゃんね、が、大好きで、この子絶対宇宙人だと。30代にしては、こんな素晴らしいコメントが書ける。こんな素晴らしい、その英知を、皆さんに伝えることは普通はできない。この子何か違うと思っていたところに、この今回の福井の幹事さんと今日現れたネガティブを知らない男性の方とが、お話し会で一緒になって、そして僕のところに来たというこの流れが、これもまた何かね、必然なのかなと思いました。もしかすると、いずれ大ちゃんと僕出会えるって。そんな気もしてきました。とにかくネガティブを知らないって皆さんわかります？想像つく？この領域に行けるっていうの人は、本
当にごくごく稀なんですよ。ごくごく稀。うん。これ、医者のね、情報を知った、うん。そして、これから RV が来る、世の中がひっくり返る。これぐらいのことと、わけが違うんです。うん。で、よくよく話を聞くと、もう、ネガティブを知らないから、私が常々言う、先進で言うと、このご法度の心。このご法度の心が起きないということです。起きない。こんな人は、僕ね、今まで会ったことがないって言って、関西のね、女性の方を紹介したんだけど、福井で、今度は男性でね、出会ってしまったんで、この短期間の間に、二人との出会いがあるっていうことは、いよいよこういう方々が、今後どんどん現れてくるだろうと。僕の前に、現れてくるだろうという予感がしました。多分これ当たってると思います。いやー、やっぱりね、本当に地球の波動変わってる。うん。それとともに皆さんにどうしても伝えたいのが、もう夏にはひっくり返る。うん。ね、日本の経済が崩壊、金融崩壊、で、政治が崩壊、医療が崩壊、夏から秋です。もうこの辺で必ず来ると僕は思ってます。うん。で、情報のデクラスされるってことは、ね、闇が光によって暴かれるということなので、もう一人一人の皆様にもこれから、一人一人にも闇が暴かれるんです。これが体調不良を起こす、精神的に何か起きる、情緒不安定になる、なんだかわかんない。必ず皆さんにも起きます。この時に、やっぱりデトックスです。デトックス。もうとにかくありとあらゆる手段を使ってデトックスしてください。ね。今僕がやろうとしているのが、消化体の活性、それから、米ぬかの酵素風呂、ね。で、次に、タイアップをするんですが、足湯の、これはもう汚い、足から重金属が出てくる、ものがあるんです。そして、今度、頭、ね。めちゃくちゃいい、もう、ヘナなんですけど、ヘナもなんかどうやらいろいろあるらしくて、それの本当に、天然のものを使ったもの、それから次、温熱です。温熱。こういったもので体に熱を入れていく。うん。それ以外にもいくつか出てきました。で、こういったことを踏まえて、塩もそうなんだけれど、とにかくいいものを取り入れて、体の中にある老廃物を吐き出す。少しでも出す。ね。それから邪気。それから、体に溜めたこのね、負の念。ネガティブな念。幼少の時の愛情不足だとか、そういったもののカルマを吐き出す。こういったこともやっていかないからもう間に合わないみたいですね。うん。で、これが全部なくなると、もうポジティブしかなくなっちゃうっていうことがどうやら見えてきました。そして、今日の男性の方の、お話を聞いてると、この辺のことをやはり向き合ってきたように感じます。ということで、今日また一人ネガティブを知らないという方の、出会いがあったということを踏まえて一言、YouTube 撮らせてもらいました。ね。ありがとうございます。